やっとジムに来られた。先々月はふくらはぎの肉離れのせいで運動できないし、先月はコロナかかっちゃった。散々だったな。ランニングマシーンでウォーミングアップしよう。5分くらい走った後に、なんか心臓がとても痛い。感じたことのない痛み。ちょっと休憩して様子を見よう。40分休憩した後に、痛みが全然減らない。とりあえず家に帰ろうか。彼女は自分で車を運転して自宅に戻りました。当時彼女は自分の症状が心筋梗塞だとは気づかずに、そのような行動を取りました。しかしこのような状況で自分で運転して帰宅するのは非常に危険です。この時点で救急車を呼ぶべきでした。やっと家に戻った。全身が冷や汗でびっしょりだ。シャワーを浴びよう。しかしこの痛みは何なの？心臓なのかな？でも胃の可能性もなくはない。胸焼けは時々心筋梗塞の痛みと混同されることがあります。彼女はまた30分休憩しました。やばい、心臓どころか肩や腕もしびれを感じ始めた。まさか。この時ようやく彼女は病院に行った。発症からもう約2時間が経過していました。心電図検査の結果は心筋梗塞です。超音波で見ると心臓はまだ力強く動いているように見えますが、直ちに心臓カテーテル検査を行う必要があります。心筋梗塞？私がこの年で？まだ現実を受け入れられない彼女ですが、医者は家族にこう言いました。彼女は今意識を保っていますが、状況がいつでも変わる可能性があります。当時の状況は実に緊急だった。結果右冠動脈の後半部は完全に閉塞しており、左冠動脈の前下行視にも 90-95% の狭窄があります。医者は血栓を吸い取り、バルーンで拡張し、最終的にステントを留置して血流を再開し、彼女の命を救いました。結局私はなぜ心筋梗塞になったのですか？一つ考えられる可能性はプラークの破裂ということですね。プラーク？簡単に言うとプラークとは、血管の内壁に蓄積される脂肪やコレステロール、カルシウムなどの混合物のことを指します。そういえば私、コレステロールはずっと標準値超えていたわ。家族もこうだし、コレステロールが高い人いっぱいいるでしょう。だから特に何も考えていなかった。そのプラークが破裂すると急速に血栓が形成され、血流に乗って流れ、血管を閉塞することがあります。ドラマで心臓発作のシーンをよく見てたけど、患者たちは自分が心臓病って知ってるんだろうなって思った。でも実際に自分が体験して、実は気づかない可能性が高いんだってことが分かった。血管が 50% 近く狭くなっても全然感じないことがよくあります。心筋梗塞はひとたび発症するとその応募率は 40% と高く、多くは病院で治療を受ける前に大亡くしているのです。手術中、実はとても眠くなって看護師に寝てもいいですかと聞いたんです。後で医者の説明を聞いて、その時は血圧の低下と不整脈があったから、実は眠いわけではなくもうほとんど多岐にかけていたんだと気づきました。手術は痛い？実は最も痛かったのは鼠径部に麻酔を注射した時です。それ以外はほとんど感じませんでした。手術の後半になると、ある瞬間に突然心臓が痛くなくなりました。多分ステントが入ったから。ステントはこのイメージ動画のように血管が狭くなったり詰まったりした部分を広げるために使われる小さなチューブです。医療が進んだ時代に生きていてよかったです。でも毎日決まった時間に薬を飲む生活には少し慣れないな。特にアスピリンを一生涯服用する必要があると言われたことが。それも仕方のないことさ。今回は家族が実際に経験した心筋梗塞のエピソードを共有させていただきました。実際には42歳の男性の役をメタンが演じました。コレステロールは基準値を超えているものの、彼は喫煙も飲酒もしないタイプです。発病する1ヶ月前にちょうどコロナにかかりました。関連性は明確ではありませんが、両者は関係があるとの報道もあります。そしてコレステロールを下げるサプリメントについてですが、彼は以前から魚油や納豆キナーゼ、紅麹のサプリを取っていました。しかし結果からすると、彼にはあまり効果がなかったようです。コレステロールを下げたいと考えている方は、直接医師の意見を求めることをお勧めします。それでは、今回はここまでです。バイバイ。バイバイ。